はい、では行きましょう。あの水入れるところからこことかなんか行けるようになってたりするのかね。おっと、出た、出やがった。もうあんまりビビってないですよ。見た目だけやん、こんなやつは。全くビビっておりません。倒しにかかる。動きは早いな。でも動きは早いですね。パワーブレストか、うん、さあ OK。 ビリビリサンダラ、ぶんどろうかね。どうせエーテルでしょうけど。はい、オッケー。うん、うわ、オーバードライブできるけど残しておこうか。こいつもオーバードライブいけますけど。有権マイティーガードを覚えた。めっちゃ覚えていくな。マイティーガード良さそうやな。終わり。スーレイも捕まえた。あ、いけるようになってるわ。ほら、ピンチサポートを手に入れた。何それ、ピンチサポート。何かが分からへん。歩くと HP 回復、うん、リジェネ、オートリジェネみたいなやつがあったら欲しいんですけどね。ピンチサポート、ここか。ピンチにバコルド、ピンチにバサンダ、ピンチにバファイ。すげえすげえ。一気に弱ったら強くなるってことか。待ってくださいね。赤い矢印の方に向かって移動していきたいところなので、ちょっと待ってね。基本的に北方向なんですよね。北方面に移動しないといけないっぽいんですけど、弱い。ちょっとごめんね、決まり。ちょっと置いてね。オーバーキル。レインボー。弱い。全然大したことない。あれ？あれ？ちょっと待って、左は第一の試練以外なかったから。いや、分岐あったっけな。上上上言うと思うんですけど、こっちか。ん、いや違う、ここは行ったしな。めっちゃでも上言うとるんですよね。方向的にはこっちを言っとるな、ナビではね。ここ行ったやんね。ナビが消えた。なんか道が、これで第二の試練もやってきたことによって道ができたのかな、もしかしたら。いきましょう。ダメージを全体に与えたいから、これとスモークボムとかできますか。ブラスターマイズー自爆？あれ？痛い？なぜ？OK です。なんか道っぽいのがぼんやりとあるんですけど、ここやったしな。奥行けないんですよね。やっぱりあれやれてなかったってことなのかな。
説明少なめで本当によくわからない。どうしよう。ナイス。送らせてブラインを入れてく。数多いな、ほんま。レイジングスパイクを捕まえた。はい、死ぬと思った。なると思った、なると思った。すいません、舐めてたらすぐ死ぬ。はい、よいしょ。すげえよ。狙うよね。何度でも生き返るさ。えい、昇竜拳。完全迷子やで、これ。これはだから宝箱の方が見えた場所やから関係ないですよね。あ、開けたよね、あれは。もうあれはもう開けましたよ、行きましたからね。あ、水の中のバトルほんとつらいな。マジでつらいっすね。普通に敵強いし耐久力が結構あるから。エレメントリールで一回雷属性狙ってみようかな。どこ？赤の後。間違えた。何やってんの。はあ、情けない。チャージ。オーバードライブいけますけど、もう倒してしまおうかな。普通に倒してしまいますね。もうできひんのはつらい。よいしょ。OK。 水の魔石ばっかり盗んでどうすんねん。もうていく。ラクラク。幸運が高まるとどうなるんやろね。クリティカル率アップとかそういうことかな。スイッチヒッターバロックソード。さあ、さまよい歩いております。さまよい泳いでおります。エナジーレインぶっ込むね。エナジーレイン。水の中で雨降らせるのもおかしな話ですけど。よいしょ。ナイス。倒せていない。やっぱワッカのアタックリールほどのインパクトはないな。
初戦全体5戦ぐらいやからね、まあ、大したことはないという。ほらめっちゃこっち行けって言っとるっすよね。え、どういうこと？ナビがもうあっちを指しとるんよね。ナビバグってんじゃんの。だーだー、いったー、いだー。どうしよう。決まり、ホワイトウィンド、一回行ってみよう。ホワイトウィンド、しょっぽい、めちゃくちゃしょっぽい。ルーテンプテーション、よし頑張ろう。最高記録今まで6ですかね。6、あーまあでも強い強い強い。やっと魔法が威力上がってきたから強くなってきた。オッケー。ライトブレイドは雷属性攻撃ですね多分。さんよろしくです。サンダガが来まくると思うのでマジックブレイクを打ち込んでいきたい。よし、そしてウォーターが行きましょうか。ズー、お前は何をする、何もやることがないんだろう。サイレンスアタック、ガード、ん、攻撃するね。魔法で来るんかな思ったらやりますな、読まれておりますな。食らいやがれ、しゃくり上げ、うわ、あ、いたいた、もう絶対オーバーキルやな。物理攻撃扱いになるのかねあれ。めちゃくちゃ強いがな。サンダラ追い打ち、サンダラは知れてんのね。ティーダ交代、いけますけど、ここはアルベド回復薬で。フラフラや、リュックフラフラ、はいよ。ナイス、うわ効いた。さて行くか。ついに9戦台出ましたね。もうすぐ限界突破する、嬉しい。まず道が分からん、ね、こっち、いや、こっち行けるようになって行ったやんね、行きましたよね。もっと戻るんかな、もっと戻りましょうか。ファイガで押す、いいっす。飛んでってもらおう、多分飛んできますよね。よっしゃい、
スホームラン、常にこうありたいものだですね。惑わざる、ちょほんまに分かんないね。だから赤の方向はもう上上をずっと指してるから、なんかここ道分かれたりしてたっけな。大体方向差しとんの嘘を言うとるからね。よいしょ、ズー、終わりだ、ナイス、叩き切る、常にこうありたいのだ、強いな。こっちか、あ、道できてました、できてました。おうほうほう、これやこれや、ありましたありました。オッケーオッケー、うん、アルベド回復薬いっぱい欲しいし、いっぱい取っとこう。また後で絶対使う時が来る。そこまでだ、大爆発。第3の試練ぐらいまではありそうな雰囲気なんでね。ない、なんか始まった、そろそろ来るはずだ。召喚師の力を試すため、奴は魔物を放った。あ、誰がですか。やつ、ユーナレスカ、ユーナレスカ様、ザナルカンドで強い召喚師を待っている。生きていらっしゃる。マイカやシーモアと同じだ。死んでもなお。おじけづいたか。いいえ、もう何も怖くないんです。ブラスカの娘だな。最後までそうありたいと思っています。出た、ちょっとアーロンさんのセリフを軽く借りる形。あ、出た出た出た、こいつや、いやなこいつ戦うの。でも倒したいっすね。あの作戦で行こう。こいつ毒にするとか無理なのかな。とりあえずこれで1万1000ぐらいのダメージ与えられますから。メガフレアで、与えとくと楽よね。瀕死ぐらいまで追い込んどかないと、ホワイトウィンドウとかでバッカバカ回復されると思われるので、チューンやる。あ、髪の毛チューン。そう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 、効かねえよバカ。まあでも、戻す。あとはもう全員で打ち込んでいった方がいい。よし、マブレ入れてからティーダとかで入れていく感じでいいかなと思います。終わり。オッケー、アマブレさえ入るならもうそこからはね普通に戦えますから。出やがったな。まあ普通に戦うかこいつも。リレーバスター、もう全然ほんまに怖くはないですけど。よいしょ、効いてる効いてる。よし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 、そのボスっぽいのが多分来るんすよね。魔物を放ったみたいなこと言ってるから、ユーナレスカ様が魔物を放ったと。
いうお話ですから、それが距離よね、確実に。ボコボコ、うん、まだ恋恋状態にならない。マジか、まだならない。死んだ、ならない間に死んだ。よいしょ、気合はすぐさま打ち砕く。貴様の気合なんぞすぐに打ち砕いてやるわ。一気に決めましょう。 OK、 遅ればせながら登場です。一気に決めましょう。ふぅ、よし、準備は完璧。いつ蹴ってもいいよ、本当に。こっち側は、うわ、なんか気になるなこれ。連続魔法、うわー、3、4と開けていかなあかんのか。うーわ、連続魔法めっちゃ羨ましいやんか。3がないんやって。3が本当に、3だけ1個も手に入ってないんですよ。あ、1個だけあるわ。うわ、1個だけあるわ。うーわ、どうしようこれ。連続魔法羨ましすぎんな。チラチラっと行っとこうか、こっち。いやでもティーダーで開けないとダメって。1個3を使いたいんですよ、ティーダーでね。それもあってね。うわ、悩ましいなこれ。これは悩ましいぞ。キマリは順調に育っていく、育っていくキマ。ここも3アーク、こういうところ3はまあ後回しでもいいっすよ、正直。まあ、攻撃力上がるけど、リュック攻撃力なんかそもそも全然いらんし、頼ってないですからね。あ、命中、あ、攻撃力が4アップ、4アップやから、もうめちゃくちゃ強くなるけど、この3もいらんよね、開ける必要ない。この3は。問題はここの3っすよ。これ開けないと、めっちゃ戻らされるから、やっぱまず、候補としてはやっぱティーダーになるかな。めっちゃ戻らされるのだけは嫌やもんね。なんかその、もったいないって言いますかね。もったいないお化け出よるよ、これ。じゃあ行こう。来ますよね、おそらく、おそらく来ますよ、ボス戦。お、来る来る、いや、来る、来るっていうか、マットってどっちかって来たの方が正しいような。うわー、すごい今のパターンやと。来るは俺のセリフやねんけどって向こう絶対思っとる。何これ、こいつ聖地のガーディアン、聖地を守るもの。サイレスバスター行ってみよう。ガード、フォトンウィング、やばい、やばそうな。そうでもねえな、そうでもね、寝た、状態状になってる、ワッカさん。あ、なんかめちゃめちゃ状態状になってるわ、これ。あー、フォトンウィングはなんかいらんこと食らうって感じか。これである程度治るかな。いや、なんかもういやもういや、もういやもいやなってますね。あれなんや、あの状態はなんだろう。エーテルターボを盗んだ。スリップテイル。スリップ状態、継続ダメージ状態ですかね、あれ。でもそんなに大
対して強くはなさそうやけど。何？技が使えない。ブラインバスターは入る。あんまり物理やってこない。あ、やってきたやってきた。おしらき、よしよしよし、パワーブレムやっとこうか。はい、オッケー。スロットが使えないので一旦退避でディレイバスター。そしてどうしようかな。決まりで龍剣もやっといた方がいいな。何も吸えずスリップテイル。マジカルブレス、わーやばそう。やばそうやと思いましたけど、一撃必殺。なんかシェルガとかをね簡単に入れれたら入れたいんですけど、ケアルが結構一人一人シェル入れていくの面倒やからね。面倒とか言ってたらダメなんでしょうけど、カーズ状態、呪い。カーズはこれ治んのかな。治らない。カーズ状態をどうやって治る、どうやったら治るんだろう。うわ、回復されてる、めっちゃ回復されてる。あかんで、あかんで、めっちゃ回復されてます。これもカーズかな。呪いみたいな状態だと思われるので、聖水とかでいけるかな。ゾンビカーズを回復します。これや、よし、ボトンウィング。これで多分またカーズ状態にも、人によってはですけど。いやー、なるねー、なるねー。 OK です、 OK です、 OK です。落ち着いて、落ち着いてやりゃーできる。リュックでもばらまいて、聖水もばらまいて、少しずつダメージを与えていきつつ、ちょっとワッカにね、ワッカのカーズを解除してワッカで打ち込みたいんですよね。アタックリール、 OK。 どうしますか。実はティーダがあんますることがないスリップテイル、行こう、ワッカ行こう。オッケー。ユーナ、こいつもカーズ。カーズは多分そういう、こういうオーバードライブができないとか、そういうマイナスなんでしょうね。遅かった、ビビった。肝心要の、肝心要のタイミングでできないという無能、申し訳ございません。はい、じゃあガードはされますけど、一応やってみよう。ガードスリップテイル、はい、ワッカさんだけ食らった。よし、オーバードライブいった。マジカルブレス、これ死にますね。ワッカさんきっついわー。これ火力凄まじいな。プロテス守りを固めてくる、うっとしいね。はい、ガチで回復されんねんな。チャージ&アサルト行きましょうか。えい、えい、3、
4500、6000、7500、9000、9000ダメ。まあ今のケアルガブンかな。はい、やば、寝た、やばい、これはやばい、これはやばい。アロン、アロン、アロン、危ない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 、マジで危ない。ちょっと待って、交代や。リュックに交代して、いや危なー、危なかったっす、今のは危なかった。バッカを回復、岩で見えないから、岩でみんなの状態が見えないの、見えるようにしてもらわないと。これよし、 OK、アーロンさんを呼び出すか、ルーでいいか。よし、攻撃入れていきます。弱い、弱えな。一番効いてるのはやっぱ物理かな。耐えられない、惜しかったっすけどね。まあまあまあ、かまわん。もう輪っかとかの普通の攻撃でどんどん押していく感じやな。チェー、どんどんこれで押していきましょうか。ダメージ量的にちょっとね微妙なところがあるんですけど、あとはアーロン呼び出して、もうアーロンとワッカとで交代交代でやっていこうかな。でまあそのうち溜まりますしね、オーバードライブ。それを期待してやっていこうかな。あー、刀が重そうや。疲れてきておられる。以上嫌がった。リュックはオーバードライブタイプ、地合いを覚えた。はいはいはい、その方が良さそうやね。ブラインアタック、状態異常嫌いよるからバンバン入れてったらいいでしょう。スリップテイル、ここは食らう。リュックがもうすぐ溜まる。フォトンウィング来たよ。眠らないようにだけ。こればっかは運ゲーですけど、混乱。リュックの状態異常を直すのを最優先で。よし、称号が使えない、カーズ状態なんですよね。はいはいはい、あ、ラッキー、ワッカ言ってくれた。これで起きましたね。しまった、そう、もうちゃんと見えてないねんな、ブライン。チェッ、ダメージ入ってんのかな。ちょっとずつ効いてるとは思うんですけどね。アーロン回復はされながらなんで、ゆったりとしたペースではありますけれども、ダルブレス食らう。耐えた、ナイス、ワッカさん耐えましたね。マジブレの効果かな。プロ
テスをね、デスペルを入れないとあれなんですけど、ちょっと間に合わんな。解除。ワッカさんか、交代して、はい、きっちり。いや強いわ、強いというかリジェネムカつく、本当にあの攻撃がね、こちらの攻撃があまり入らないので、加速していく。そしてはいはいはい、存分に存分に、まあ、回復に勝るもんはないわ。リジェネをやられてるんで、デスペルも入れ直す、もう一回入れるか。うわ、めっちゃしつこいやん、めっちゃしつこいっすわ、しつこ野郎になってもとる。これこれデスペルともうリジェネの入れ合いかもしれないですね。スーパーしつこ野郎になっとるな。この野郎ちょっと弱ってきとるんか、ビビっとるんかもしれないですね。ん、あ、倒した、いった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 、よーし。ちょっと長期戦でしたけど、寝たどげね、聖地のガーディアンなんか倒していいのかよ、そもそも。ねえ、ちょっと休憩しない？うん、しよう。休む必要ない、あと一息で山頂だ。あとちょっとだから休みたいんだってば。休もう、もう考える時間少ししかないんだもん。リュック、いいよ、歩きながら考えるから。山頂に行ってしまったらっていうことね。マジカルアーマーリターンスフィア。おい、どうした、行こうぜ。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え、あの時悩んでたんや。ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんていうか意外です、伝説のガードでも迷ったりするなんて。何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ、ちょうどお前ぐらいの歳だったな。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。かっこええ。かっこいいな、アロンさん。渋いですね。あ、もう山頂行くね、これ。山頂行ってしまうね。景色。うわ、はあ、はあ、ザナルカンド。前に滅んだとし、この目で確かめたいと思っていた町。ユーナの旅の目的地。俺の物語の最終章なのか。
いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。みんな本当にいいの？あそこに着いたらユウナンは気持ちはとても嬉しいんだ。でもね、もう引き返さない。引き返せなんて言わないよ。でも考えようよ、ユーナー助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから。ユーナありがとう、リュック。大好きだよ。嫌だよ、ユーナ。そんなこと言っちゃ嫌だよ。シドさんに、よろしく。嫌だよ、自分で言いなよ。お願い。そんなこと言わないでよ。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。キマリ、行こう。つらい。なんか落としよった。キマリから聞きました。私をベベルから連れ出せという父さんの言葉、キマリに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて、どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。そうですよね。はい、私はシンを倒します。みんながこれを見る頃にはシンはもういないでしょう。それに遺言や、私もだから今のうちに言っておきます。アーロンさん、ありがとうございます。キマリ、初めて会った日のこと覚えてる？私が7つの時だよ。父さんがシンを倒して、ベベルは大騒ぎでね、みんなが父さんを褒めたたえて、自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ。シンを倒したけど父さん死んじゃったんだ。私一人ぼっちなんだって。眠れなくてそのまま町に出て、お祭り騒ぎを抜けてベベルの長い橋に立って一人で眺めてた。父さんを見送った橋から、父さんが戦った平原を、そしたらキマリが現れたんだ。ブラスカの娘を探しているって言ったでしょ。最初は怖かった。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって。子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がブラスカの娘ですって答えたら、ベベルから一番遠いところへ私を連れていくって。これは
死にゆく者の願いだって。なるほど。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。キマリ何も言わずに抱きしめてくれた。ビサイドについてからも私泣いたっけ。私を寺院に預けたらキマリ村を出ようとしたじゃない。行かないでってしがみついて泣いた。あれからずっとそばにいてくれて、キマリ本当にありがとう。折れた角好きだよ、ワッカさん。ルール、ビサイドで暮らした日々ずっと忘れない。チャップさんと三人でよく遊んでくれた。だから私いつも元気でいられたよ。召喚士になるって言った時あんなに反対してたのに、ごめんなさい。いつか謝ろうと思ってた。でもね、反対された時とても嬉しかったんだ。私のこと心配してくれてるんだなって。そりゃそうやろ。本当に兄さんと姉さんができたみたいだった。ううん、本当の兄さんと姉さんだと思ってる。変かな。ブリッツをしているワッカさん、月、おこりんぼのルールー、どんなに叱られても月。それから新入りガードくん、ザナルカンド・エイブスのエース。君は、君が、君と会えてよかった。まだ会ってからそんなに経ってないけど、不思議、こういうものなのかって思った。それは想像してたよりとっても素敵な気持ちで、素敵だけど辛いよ。なんだろう。うまく言えないや。とにかく会えてよかった。だから辛いのかな。君と別れる時のことを考えると怖いよ。なんか変だな。ここ取り直しっす。何してるっすか。撮ってたんや。あー、きついな。きついですな。輪っかとルールのとこがきつかった。はい、ちょっと涙を拭いて、次回ここから行きたいと思います。ありがとうございました。